USB に Windows 7を入れれないのかなと思ってちょっと調べたら、まあまあ当たり前にあって、まあ何年か前から普通にマイクロソフトさんが、ISO ですね、ISO イメージさえあれば USB に入れれるツールがありました。はい。とりあえず USB から Windows 7がインストールできるんだっていうことを今日テストしてみたいと思います。はい。そしたらこれも、USB 3.0 の方にですね、挿してやってみたいと思います。はい。ここからでも認識するのかな。まあさすがに無理なので、リセットします。リセット。はい、これでリセットボタンが効くことも確認できましたね。はい、電源とリセットボタン正常に動いております。でパワーランプとアクセスランプはケースのどこかわからないんですけど、今ついてるんですかね、ちょっといまいちわからないですね。まあ、LED 系は光さえすれば OK だと思っておいてください。今どこが光ってるんやろう。はい、もうね、あの USB から Windows の更新っていうかインストールのやつが動き出してます。はい、だ CD なくてもね、 CD のないパソコンに Windows 7を入れたいなとか、まあ、Windows 10はもうあるんで、そういう時にね、こう USB に入れとくと便利ですよね。はい、そしたら今すぐインストールで、同意して、次へして、新規インストールで、まあ、新しいので、特に選ぶことはありません、次へで。はい、これで、キングディアンの方に、キングディアンの M.2 の SSD の方にインストールが始まりました。はい、あとはしばらく待って、ちゃんとインストールできてるか確認して終わりたいと思います。ちょっと LED 系が光ってるかどうかわからないのでチェックしときたいと思います。はい、一旦終了。はい、再起動が何度か行われて、この Windows 7 Professional ユーザー名入力するところまで来ましたので、適当にユーザー名を押して次へで、パスワードとりあえずなしで次へ、プロダクトキーもないので次へ、まあこれは適当に重要な更新プログラムのみで、日付設定次へ。はい、これで終わると思います。はい、問題なくね使えたと思います。でこれ LED なんですけど、上パソコンの上にありました、パワーとアクセスランプ順調に動いておりました。はい、で言い忘れてましたが、今回買った M.2 ですね、キングディアン 240GB、 これ今4999円で買えるんですね。まあ 240GB の SSD は今5,000円、5,000円、6,000円だと思うんですけど、外付けでね。はい、それが4999円で 240GB、 しかも M.2 マザーボードに取り付けられる、激安じゃないですか。私はちょっと今のところね、これね、6個7個買ったと思うんですけど、とりあえずトラブルなく使えてます。特別早いわけではありません。なのでスペック的なのにはあんまり期待できないんですけども、何よりマザーボードに直接取り付けられるという点で、これをもう選択する意味は私にはあるんで使ってます。はい、そしたらね、Windows 7正常にインストールできたと思います。コンピューター右クリックじゃなかったっけ、コンピューター右クリックプロパティでデバイスマネージャーですね。まあドライバー類をインストールできてないのでビックリマークがいっぱいありますが、まあこの辺はドライバーをインストールすれば解決する話です。はい、特に問題なく Windows 7のインストールをですね USB だけで行うことができました。ちょっとスピード見てみましょうか。再起動してみましょうか。再起動、今電源切れましたね。 BIOS の画面が出てきてからカウント 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11、まあまあイメージ的には10秒ぐらいで起動しますね。 Windows 10でも多分十分早いと思います。はい、メモリ的には 4GB2 枚なので、あの普段使うには十分なスペックだと思います。うん、はい、だいたい以上ですね。中古で揃えるとどれぐらいするのかちょっと分かりませんが、ちょっと CPU が i5 なんで、ここがちょっと値段するかな、1万円ちょっとぐらいするのかな。はいはい、十分まだまだ元気ですね。これに 1050Ti をつけてゲームをしたりとかですね、どうだろうか、多分いいビデオカードつければ VR も動くんじゃないでしょうか。はい、なんていうか、中古でね組んでみたい人とかには参考になったかなとは思いますが、もしよかったら参考にしてみてください。あ、ケースに今回収めませんが、ケースに収めるっていうのは基本的にネジ止めてね、綺麗に配線すれば終わる話なので、他の私の動画とかも参考にしていただければ嬉しいです。はい、今回はここで終わります。はい、ちゃんとパソコンとして動いてます。はい、これにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。